西荻窪駅南口を出て徒歩4分です。ゆっくり歩いてくるとありました。ノナを見つけました。あ、ここの糸巻きと手まりがあるとノナのオープンの日って書いてあります。あ、すごい愛が育ってます。これがノナガーデンですね。では中に入ってみましょう。あ、こんにちは。あ、ありがとうございます。ノナのオーナーのリカさんですね。はじめまして。お邪魔します。あ、素敵ですね。あ、これインド祭りのアクセサリーですね。見ました、インスタグラムで。失礼します。こちらが糸がたくさん、すっごい綺麗ですね。ちょっと見ると、120色あるんですね。あ、細糸もすっごい綺麗です。なんかちょっとひょっとこがかわいいのがついてます。そうなんです。これあの刺し子のだるまさんのなんですけど、はい、刺し子のサンプラー。ひょっとことこけしちゃんもあるんですね。西荻、はい、こけしの町なんで。あ、そうなんですね、はい、あ、かわいいですね。うちの素敵なスタッフが作ってくれたんです。すごいですね。茶髪なんです。あら、外人さんなんですね。かわいいです。かわいいです。ちょっと糸がすごい綺麗な色がたくさんあって、あれ、これ何ですか。もみ殻ですか、これ。そうなんですよ。シリアル風なんですけど、もみ殻。手まりの中身です。あ、そうなんですか。手まりの中身はもみ殻が入ってるんですか。もみ殻なんです。すごいいっぱいありますね、ここに。一番細い糸とかで簡単に巻いたものが、この中身が先ほどのもみ殻になります。そうなんですね。もう販売してるんですね。そこは何ですか。あ、ここノナのアトリエの部分で、はい、毎日ここで、はいはい、うちの染師の、はい、染めてます。こんにちは、はじめまして。何を染めてるんですか、今。まあ、藍染めを。あ、すっごいですね。そう、今すごい素敵な色が。あ、すごい綺麗ですね。なんか今日着てる T シャツはもしかして。あ、そうですね。藍染めです。はあ、すっごい。もうあれですね、お店に来ると染めてるところも見れるんですね。そうですよ、毎日ほぼ染めてるの。あ、貴重ですね。すっごい綺麗な色です。あ、いいですね、お店に。すごいです。ここで今染めてるんですね。すごい、ここで染めてるんですね。あ、なんか糸がもう、あ、すごい。これ何ですか、鍋の中。これはサルス類の葉っぱ。へえ。こっから黒い液が。あ、黒い色。あの高級な。あ、そうですよね。なんかみんなよくサルス類、サルス類って言ってるの見ます。はあ。あ、なんかしてるんですが。何ですかこれ。これ素敵です。糸間に持っていこうと思ってる。あ、本当だ。マリーゴールドです、ね。はー、すごい綺麗なマリーゴールド詰めてますね。綺麗です。こうやって皆さん一つ一つ心を込めて手作りされてるんですね、はい、ちょうど今そのこの並んでるんですけど。見ました、新商品。インスタ見ました。見ました。ライブも見ていただけました。見ました。すっごい分かりやすかったです。初心者もね、やってみようって気になりましたよね。そうなります。私初心者なので全然わからなくて、はい、これが本当に最初のスターターキット、はい、はい、何が入ってるんですか。これ中身がインドアカネと、はい、あの焙煎の方なんですけど、溶板と鉄の方が入ってて、へー、コットンとかリネンとか、はい、自然植物繊維のを濃くする濃染液も入っているので、じゃあこれで染められるんですね、はい、あの
お家のキッチンに染めれるキットで、いや楽しいですね。え、こっちは何ですか。これはおかわりしていただく。いいやすごいですね。これは茜の、この根っこの、あ、綺麗。もっと出やすい粉末タイプ入れてるんですけど、赤が、赤色が出て、はい、これが茜、うん、つけてもらってたマリーさん、はいはい、とこれは黄色とかオレンジっぽいで、これは茶色のくるみとか、くるみ、これくるみって何ですか。くるみのね、あのかよく見る殻の外皮なんですけど、はい、外皮を乾燥したものです。これは何ですか。これはエンジュっていう豆科の植物のつぼみになります。黄色い、すごく鮮やかな黄色が出ます。このログッドは、はい、東南アジアの植物なんですけど、あの紫とかちょっとくすんだブルーとかってます。ログッドって何ですか。あのログッドっていう植物です。今言ってましたね。はい、今言いましたね。これは何ですか。かわいい子ちゃんがいる。毛糸のカセを糸間にはちょっと持っていこうかと思います。編み物の祭典なので。いやー、すごい嬉しいです。はい、糸間、そうなんです。そう、楽しみにしてます。いつからやるんですか。11月5日から6日。楽しみです。トーナーも2日間いますので。あ、いきます。すごい。え、これも何ですか。なんかいっぱいいろんな商品があって、これは、うん、あの私の方でブレンドした、はい、精油のアロマスプレーで、はいはいはい、仕事前にシュッと一吹きしてもらおうと思って、あの未知と吉のっていうね、タイトルを持つスプレーになります。心が落ち着くんですね。リラックスできます。この巾着なんですか。これ、これがすごく人気なんですけど、はい、アロマ手まりキットって、で、あの小さな、あ、かわいいですね、はい、手まりが巻ける。これはローズの香りが、はい、が入ってて、はい、中に入ってるんですね、はい、っていうこのアロマを入れて、うんうんうん、シンプルなボールを作る、手まりを作るっていうキットになります。はい、巾着入りなので、あ、すごい可愛い。そうですね、人気です。あとローズとラベンダーのこの2色が2色展開しているの、いいですね。糸もじゃあもう決まってるから選びやすいですね、はい、香りだけで、はい、紫ラベンダー色とローズ色、これはお持ちする予定です。わかりました。あとはこう何だろう、細い糸がいっぱいあるわけですね。はい、これは刺し子にも人気なので、ね、なんか刺し子のいろんな種類もあるんですね、うん、面白い。あ、なんか糸のセットもあるんですね、はい、これはこの9個入ったノナルーツっていう、はい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 、糸のセットもあるし、あ、いいですね。これはあらかじめ私たちの方で選んでいるようなので、あ、もう用意されてるんですね、はい、あのこれも人気です。うーん、いいですね。色を選べない時とかに助かります、はい、うん、あ、すごい色が綺麗ですね。いいですね。この辺も可愛いんですよ。これ大人気のハサミ、タッセル付きなので、タッセルがついてる。あ、可愛い、可愛いです。この辺もいいですね。あ、こういうなんかマチュバリとかもあるんですね。これもチェコから来てるんですけど、ガラスヘッドのマチュバリも、これは去年、ね、去年も大人気。へー、チェコから来たあの糸セット。いやー、すいっぱい、あ、間違えた、ハリセットです。ハリセット、いろんなのが入ってるんですね。はい、アソートセットです。へー、あ、なんか、なんかこう、いい音しますよね。そうですね、はい、鈴がね、入った手まりのキットも何ですか、それ持ちしようと思います、自分の手で。なんかすごい可愛いのがある。そう、音聞こえますかね。この鈴印の手まりが巻けるキットもお持ちする予定で、いやー、可愛いですね。なんかお部屋とかにあると、うん、お子さんも一緒に巻けますね。いいですね。なんかいろんな、あ、これは
そうですね、手まりシャスの手まりの、はいはい、あの中の作品の、うんうんうん、が作れる、うん、あの一等セットです。ポストカード付きの。いいですね。可愛いですよね。そう、あの草木染めしたリネンの、はい、うん、あの布が付きです、これが欲しいですね。え、こっちも一等セットですか？何ですか？これマリーゴールド、この表紙にもなった、いいマリーゴールドっていうマリの作れるんですね。作れるキットです。ね、色を見てるだけで癒される。癒されるし、はい、タンポポも、タンポポもいますね。そうですね、なんかあの似たような色なので、アレンジしていろんなのが作れるんですね。ですか、これは。これは少し小さめ の、うん、あのキーホルダーにもなる、あの本当初心者さんが楽しめるミニ手まりのキットを、はいはい、ね、あ、蝶々ですか。はい、蝶々です。これはすごく本当大人気です。なんか全部初めて3人で、いいですね。いや、全部欲しくなっちゃいます。この空間本当素敵ですね。いろんなキットがあるんですね。あ、はい、糸もあるんですね。いっぱいね。ナイトの方もお持ちします。あ、そうなんですね。うわ、嬉しい。うわ、何ですか、それ。ユビッサーのホーブ社さんの方で発行、はい、最近された、はい、刺繍デザイン帳、大人気なんですけど、はい、これであのモナイトも使用していただいたので。そうなんですね。じゃあ この色で、うん、作れちゃうんですね。作れるので、たくさんできるだけ色数を持っていこうと思います。わかりました。なんかこういう、なんですか、こういう小物もあるんですか。そうですね、これちっちゃいね、あの手まりストラップ。かわいい、かわいいです。いや、縁起物なので、ですね、はい、本当にプレゼントにぴったりのサイズで、あのこの紐も草木染めしたリネイントです。リネイントです。はい、はい、しようと思って。今のかな、マスクもちょっと手作りができなくても作ってあるんですか、このマスクは。これはさらしで藍染めして、あのあとチクチクしてもらえるようなので、草木染め糸もついてるんですね。これ親子で、あ、いいですね、作っています。ワクワクしますね。ありがとうございます。ガイトマに来るんですね、はい、あ、見に行きます。ありがとうございます。外出てみていいですか、もう一回。あ、すごい、ありがとうございました。ありがとうございました。お店にも、はい、はい、また来ます。お願いします。失礼します。